こんにちは、三井夫婦です。僕は去年仕事を辞めて、今現在、失業手当をいただいているんですけども、その失業手当の振り込みの2回目の振り込みが、先日あったので、まあ、金額を発表したいと思います。以前動画でも上げたんですけども、1回目の、振り込みの金額が、109,890円だったんですけども、まあ、日数的に18日間かける、まあ、日額手当の日数だったんで、まあ、日数がちょっと少なかったので、まあ、10万円台という感じだったんですけども、今回は、満額の日数の28日間分いただいたので、まあ、金額を言いますね。今回いただいた金額は、179,440円でした。この金額自体は、ちょっと多いのか少ないのかってわからないんですけども、ちなみに僕の、基本手当日額ですね、は6105円なので、まあ、単純に6105円かける28日ですね、が今回のこの179,440円という額になりました。うん。17万。まあまあかなり大きい額だと思うので、すごくありがたいですね。一応、僕はあと残り日数ですね。44日間あるので、次回も28日間もらって、残りの波数は最後に、今4回目になるっていう感じですね。今日はちょっと金額だけの発表という動画なんですけども、まあ、この保険のもらい方とか、ハローワークでどういうふうに手続きするのかっていうのは、以前上げさせていただいた動画で少し語っているので、そちらを、参考にしていただければなと思います。ちょっと今日は、これだけの動画なんですけども、短いですけど終わりたいと思います。ありがとうございました。